アタワルパ級モニターはペルー海軍が収益させたモニターの艦級である。本級はアメリカ海軍が建造したカノニカス級モニターを購入したものである。本級はペルーが沿岸部の警備のために購入した小型のモニターでアメリカよりカノニカス級カトーバとオネオタの2隻を購入し、カトーバは1864年4月13日に購入されてアタワルパ オネオタは、同月21日に購入されて、マンコカパックと改名ご収益した。これが本級である。本級の基本構造は鉄板を、リベットで組み立てられた喫水の浅い平、甲板型船体は、水線部7 6ト、mm、ルから1 2 7ト、mm、ル 上甲板全体に 38mm の鉄板で覆われ、直径21フィートの円筒形の砲塔は、最厚部で 254mm にもなる鉄板で覆われていた。砲塔内部には、アメリカ国産格好砲の 38.1cm、ダールグレン砲が並列に2門が並べられていた。主砲塔の上には、走行司令塔が設けられており、操打装置が内蔵されていた。 煙突の背後には、通風塔と煙突が1本ずつ建てられていた。ありがとうございます。